続いてはカフェのコーナーです。今回は新型ステラにつきまして詳しくお話を伺っています。ご案内いただきますのは大田店の児玉裕太さんです。よろしくお願いします。お願いします。あ、はい、の先週も新型ステラをお送りしたんですが、えー、今回はそのエクステリアね、えー、中心にご紹介いただくということなんですけれども、あのー、具体的にはその新型ステラのエクステリアどういったイメージになっているんでしょう。はい。はい えー、今回のステラなんですけども広い室内空間を感じさせるフォルムにより軽ワゴンの枠を超えた堂々とした力強いスタイリングになっております、はい、あの私もちょっと、ね、見ましたけれども、はい、全体的にその堂々とした力強いスタイリングというのが、ね、非常に印象的なんですよねあのこれは見ていただくとよくわかると思うんですけども、えー、でもう1つはステラ今回ですけども非常にスマートなデザインにもなってるんですね今回のステラなんですけども上質感として。 親しみやすさを表現したスマートなデザインになっております、はい、でフロントマスクはバランスの取れた造形により親しみやすさを表現しておりますまたスクエアなスタイリングにマッチした大型ルーフスポイラーや質感の高い LED コンビランプにより、えー、優れた機能性を表現しております、はいえー、どんな装備なのかということですけどまずヘッドランプですが、はい、これはどうでしょうはい大型のヘッドランプの採用で存在感のあるデザインになっております はいえー、まず一つがヘッドランプですね、あの新型ステラ、まあ、前のステラと比べていただくと分かるんですけども、ねえー、かなりフロントも変わってます、えー、ヘッドランプの形状も、ね、変わってますので、この辺は非常に存在感のあるデザインということですね、えー、でもフロントグリルですけどここも、変わったんですよねガンメタリック塗装で素晴らしい横バー形状、上下のメッキパーツで引き締めることで、存在感と上質さを表現しております。はいまあ、あのフロントグリルとといいますと、まあ、車のね 顔のまあ中でも中心というイメージですけど、えー、この辺がまああの変更されていることによって大きく車の印象がね今回変わっているということですね。えー、それとフロントのバンパーはどうでしょうか。はい、えー。大型ヘキサゴングリルを採用、スバルならではのスポーティーさを強調したデザインになっております。はい。まあこの辺もね、えー、非常に強調したデザインになっているということですね。えー、それからもう一つキャラクターラインというのがありますがこれはどうでしょうか。はい。 一体感のある全体のデザインが上質感を高めていますバンパーからフェンダーへ連続するキャラクターラインが躍動感を表現しておりますはい。で、あの新型ステラと言いますともう一つステラカスタムもあるんですねこちらのカスタムはどういったスタイリングになってるのでしょうかはい。えー、先進スポーティーをテーマにした、えー、特別感のあるスタイリングに仕上がっております、えー、シャープなキャラクターラインと高品質感あるディティールが先進的でスポーティーなフェイスデザイン エアロテイストのリアゲート形状がスポーティーさを強調しております。躍動感あふれるダイナミックなデザインに仕上がっております、はいまあ、これがのステラカスタムなんですけれどもあの、まあえー、ステラと同様なんですがこれ、形状がそれぞれの,、ね、あの装備少しずつ違うということで、はい、ちょっとご紹介いただければと思いますが、はい、ヘッドランプ、これはどうでしょうか。はい ロービームランプとハイビームランプを LED ポジションランプで囲んだ先進的なデザインになっております、はい、これ LED ポジションランプ、えー、この辺は特徴なんですけども、ねえー、非常にこの辺りもお、まあ、デザインももちろんいいんですけども、ねえー、安全面という面でも、えー、優れているんですねで、フロントグリルはどううでしょうか、はいえー、スモーク調クリアタイプを採用し、奥行き感を演出しております。 内部は横基調の立体的パターンでカスタムにふさわしい存在感と先進感を表現しております、はい、でフロントバンパーもオーステラとは少し違うんですねフォグランプカバーに L 字型のメッキ加色を採用し安定感とシャープさを表現しました、はい、そしてカスタムといいますと専用のパーツがありましてこれがルーースポイラーですねカスタム専用のスポーティーテイストを高めたデザインになっております。 そしてリアバンパーはどうでしょうかはい、えー、優れた走りの性能を感じさせるスポーティーなデザインになっております、はいえーまあ、ご紹介いただいたのがあステラカスタムということでございますので、まあ、いろいろな、ねえーま、ずホームページとかチェックしてもらいたいんですが全体からするとガラッとステラ、ね、印象が変わったなというイメージがあるんですがそうですね、えー、今回のステラからリアゲートは、えー、縦開きを採用しております。はい 樹脂パネルを採用し、軽量したことで、横開閉と同様に軽い力で開け閉めをすることができます。華やかでスタイリッシュなツートーンカラーの新採用により、デザインに関心の高いお客様にもご満足いただけるかと思います。詳しくは店頭スタッフまでお気軽にお問い合わせください。 ツートンからの新採用もね非常に斬新な感じもありますんでね、ゼキアの軽自動車お探しの方ですね、えー、新型のステラ、いろいろなホームページ等ね情報載ってますんで、えー、情報をまずはゲットしていただければと思います。えー、今回は新型ステラその中でもエクステリアを中心にお話をいただきました。えー、小玉さんありがとうございました。ありがとうございました。